信和中心、信和中心は香港、左官角にある、ショッピングセンタービル。香港随一の目抜き通りである、いよいよ厚道沿い。1979年完成。左官閣電脳中心や、先達飽き場などの商業ビルと同様に、ビル内部はスーツボ程度の、小さなテナントが多数入居している。信和中心のテナントは、同人誌、ゲーム、アニメ、 コミック、CD、DVD、アイドル写真集などのいわゆるオタク系サブカルチャーにほぼ特化されており、日本のアイドルやアーティスト関連のアイテムなどや、日本からの輸入品、あるいは、関東語に翻訳されたものを入手することができる。取扱い商品の内容から、客層のほとんどが若者であり、香港好きの日本人の間では、珍品が手に入る場所として知名度も高い。過去。 日本製ゲームソフトや日本のテレビ番組またはアダルトビデオをビデオ CD に収録した海賊版を販売する違法コピー業者が構えた店舗が乱立していた時期があったが税関などによる海賊版の取り締まり強化やゲーム機本体のコピー対策強化などの影響で一掃され信数中心でその姿を目にすることはほとんどなくなったどちらの駅で降りても徒歩三分 ありがとうございます。